お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ルシアン佐藤です。今日は視聴者さんからのいただき物を食べてみようかなと思うんですけど、すっごいゴージャスなのが届いた。じゃーん、牛タンです。しかもね、 900g 入っとって、仙台の陣中さんというところの牛タンらしいんですけど、見て、わー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 、すごいよこれ。ほら、こっちがタン先で、タン中タン元って、タン一本がね丸ごと味わえる牛タンの商品になってて、タン先はコリコリ、タン中は仙台ならではの厚切り食感、タン元はジューシーで柔らかい極上の牛タン。こっちが赤身がやっぱ多くて、こっちが脂身が多いみたいなね。あとね、じゃん、テールスープ、お手に赤ワインに仙台に食べるラー油、あとね辛いラー油と、あとそぼろもいただいてるんですけど、今日はこの1,2,3,4,5,6品かな、食べていきたいと思います。せっかくなので牛タン定食にして食べたいなと思います。見てね、これは楽しみ効果だよ。
はい、準備ができました。特大牛タン定食です。とろろも作ったし、ヘルスープあるでしょ。この辺は牛タンのアラカルトもありまして、置き場所に困ってしまって、なんか器の位置はひっちゃかめっちゃかなんですけど、めちゃくちゃいい匂いがしてます。ご飯も麦ご飯を炊きました。それでは早速いただきます。ここが炭先あたりかな。でこの辺になると炭中になって、でこの辺は炭元のお肉です。ちょっとねコリコリが強めの炭先からいってみたいと思います。食べ比べできるのいいよね。ちょっと炭先の方は薄切りにしてます。だいぶ、うん、コリコリ、おいしい、いい歯ごたえだね。うん、あー、やっぱねだいぶ歯ごたえがあります。かなりねこれぐらいレアに焼いてるんですけど、ゴリッゴリな感じになりますね。でも焼きすぎてないので水分が抜けてなくて、弾力はあるけど噛めば噛むほど旨味が出てくる感じにはなってる。うん、炭先の方は油がほとんどない感じですね。だしも全然入ってなかったじゃないですか、生肉見た時もね。だからすごいさっぱりしてます。噛めば噛むほど系ですね、本当に。うん、うまっ。結構がっつり麦入れた麦ご飯にしたので香ばしいです、なんか香りが。ちょっとおこげもできてたしね。タン中あたりいこうかな。この辺がタン中のお肉ですね。だいぶ脂も乗ってて柔らかそうではありました。お、うん、全然違う。タン先はもうほんと赤身のお肉の感じの肉の旨味の味なんですけど、こっちはなんか肉の旨味の味と、あと脂がこう噛めば噛むほどジュワジュワっと出てくる感じ。うん、うん、でもだいぶ柔らかいですね。うん、うまっ。脂身の甘さが出てくる。ちょっと食べ比べてみよう。うん、次タン元、これが多分一番柔らかい場所ですね。すごい霜降りだったやつ。うん、柔らかっ。焼いてる時にお肉から出てくる油の量も結構あったんですよ。だからなんかこう香ばしい感じがします。油がお肉の表面を揚げ焼きみたいな状態にしてて、油分多いからね、この白菜漬けにめちゃめちゃ合う。うん、これは柔らかいね。うん、ヘルスープ1個。あー、トロトロしてる。コラーゲンがすごく取れそう。うん、
かなりこってりしてます。これが仙台に、うわー、うーん、うまっ。もう一瞬で溶けるね、口の中で。うん、あー、もうこれご飯が、ご飯だな。味噌結構しっかり効いてます。こっちは土手煮なんですよね。こっちのが味噌って感じです。うん、ほどけるようになくなっていきます、牛タンが。仙台煮の方が甘くて味も濃いですね。よし、赤ワイン煮込み。うん、もうこれタンシチューだよ、タンシチュー。うん、全部ご飯泥棒の味してる。幸せすぎる。本当にゴリッゴリの赤身は3、4枚。で、タン中に近づいてくるともう結構柔らかくなってきます。これぐらいの食感が結構なんか厚切り牛タンとかって定食で出てくる感じの食感な気がするね。だんだんこってりしてきた。もうこの辺はタン元とタン中の間ぐらいなので、かなり柔らかめの脂肪のノリノリのお肉ちゃんたちですね。ご飯と一緒に煮てた昆布です。めんつゆでね、さーっと煮ました。やりたくなるよね。ちょっとだけ。ワインの香りがすごい上品だけど最強にこってりしてます。うん、脂身がプリプリ。ほい、だいぶ贅沢な味だね。はい、ご飯とこれもうあちゃちに温めてきたので
開けちゃいます。卵黄と卵白があるので卵かけご飯です。超贅沢。うまい。柔らかプチに入れても幸せしか来ないみたいな。まだタレがあるね。タレがさっきの仙台煮のやつ。おわすごいなこれ。本当に油分が脂っこいちゃんですね。仙台ラー油も乗せたいと思います。よいしょ。おお、具がどーん大量。ラー油んとこだけ食べてみよう。ラー油ご飯。あ、美味しい。甘辛系の佃煮みたいな感じになってますね。牛タンが。うん、結構。ゴロゴロしてます。牛タンめちゃくちゃ食べ応えのある。肉感がすごい残ってる。そぼろとかいうレベルじゃないですね。うん、これは間違いない。うん、甘いんですね。やっぱ仙台には甘みが強い。ラー油はね、そんなに辛くないかもしれない。具感がすごい。具の感じが異常に存在感があるよ。これなんだこの白いのは。うん、あ、白いのもお肉だ。脂身部分プルンプルン。あー、うまっ。辛さはすごい控えめだと思います。辛いの苦手な人でも結構いけるんじゃないかなぐらいの辛さ。甘さがねしっかりあるんで、後からちょっと引いてくるのかな辛さが。これはもう確実にご飯泥棒の味ですね。スープをご飯入れてクッパみたいにしても美味しそう。もうほぼタン元だな今食べたところは。なくなりました。やっぱね、お肉を焼いて少しだけ休ませてから切った方が肉汁が出にくいですね。流出してしまわない気がする。ジューシーが残ってるわ。お茶碗2杯分くらいかな。やっぱね、
牛タンといえば、とりあえずとろろ麦とろ飯が食べたかったの。一瞬で。よいしょ。なくなりました。すっごい焦げてる、そこが。全部入れちゃうよ。ちょっと置きまして。ちょっと冷めてきたので。カリッとしてる。牛タン丼。ちょっとでも炙った牛タンを。良い、とても良い。麦とろご飯が本当に美味しい。もうこの辺は最強に柔らかい部位なんだけど、だいぶ霜降りでしたもんね。柔らかー。なんか牛タンのコリコリ感はあるんだけど、サシがすごい細かく入ってるから、口の中の温度でサシの部分は溶けていくんですよね。じゅわっとね、油の甘さが口に広がって、サシの間のコリコリのお肉をね楽しむみたいな。タン先の方がね、コリコリ歯ごたえがある食感だとしたら、こっちはね、サクサク歯切れの良い食感っていう感じです。脂身のね、サクッと切れる感じの食感がやっぱサシがすごい入ってるのでありますね。炙っただけで脂がほとばしってるもんね、この辺。最後、はい、完食しました。
ごちそうさまでした。うまい。はい、ということで今日は人中さんの牛タンでした。プレゼントしてくださった視聴者さん、ありがとうございました。めちゃめちゃ美味しかったです。いや、やっぱ牛タンといえば仙台っていう感じなんですけど、厚切りのね牛タンはやっぱあの仙台独特の食べ方なのかなっていうのを毎回こう食べるたんびに思うんですけど、1キロ入ってるのでね、4、8人とかで食べれるのかなっていう感じなんですけど、こう一切れずつね、タン先からタン元までこうあっさりからこってりに向かってね食べ比べをしていくとすごい楽しいんじゃないかなと思いました。タン先だけ食べたりとかタン元だけ食べたりとかしてると食感の偏りとかが出ちゃうので、人によってなんかめっちゃ柔らかいやつとちょっと硬いやつとみたいな感じになっちゃうので、切り分けてちょっとずついろんな部位を楽しんでみるっていうのがいいんじゃないかなと思いました。タン先はすっごい脂が少ないだけど、その分あのお肉の美味しさが際立つ感じだったなと思って、それがまた良かったですね。いつもねあのタン先の方のお肉って薄い牛タンをねネギ巻いて食べるみたいなのが多かったので、そぎ切りをしてちょいとピンクのやつを食べるとまた違った感じがして美味しかったです。はい、いや、新しい出会いをありがとうございました煮込み系もね本当にめちゃくちゃ美味しかったです。勝手に顔がニマ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 しちゃう感じ。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今日は牛タンパラダイス定食でした。お肉食べると元気になるねということで、皆さんも自分がね元気になれるご飯を食べて、季節の変わり目なので体調など崩さないように元気でいきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ぎゅう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 、おいしい。